白川博和は日本の政治家、長崎県壱岐市長、全全国離島振興協議会会長、元足部町長、長崎県足部町出身、長崎県立域高等学校卒業、足部町職員となる、2001年8月から2002年8月まで壱岐4町、合併協議会事務局次長を務めた、2003年4月の足部町長選挙に、 箱崎漁協の推薦を受けて、立候補し、初当選した。2004年3月1日、足部町は、豪野浦町、勝本町、石田町と新設合併を行い、一岐市が誕生。これに伴って、同年4月18日に行われた一岐市長選挙は、白川、元豪野浦町議の長田通る。 全豪の浦町長の長島立身の三者の戦いとなったが、長田が当選した。2008年4月の一期市長選も前回と同じく、白川、長田、長島の3名が立候補。初当選を果たした。2012年、再選。同年5月30日、全国離島新興協議会会長に就任。2016年、元、小学校教諭の新人。 元国会議員秘書の新人らを破り、参戦。2020年の同選挙で、元経営相談所長の森俊介を破り、四戦。2016年4月10日の市長選直後の4月12、14日に、市内4カ所の指導建設工事の入札が告示された。ところが4月22日に4件の入札が突然、中止になった。 5月6日に建設工事の指名審査委員会が開かれ3件が指名競争入札に1件が制限付き一般競争入札となったが同委員会は市長選で対立候補を支援した市内の業者に対して指名外しを行ったこのことから A は7月に建設業の廃業届を県と市に提出し事実上の廃業となった同年12月 A は 長崎地検に対して白川と中原副市長を公務員職権乱用の疑いで国訴状を提出。この問題について白川は市議会一般質問で指名を外したのは私の指示で全責任は私にあると述べたが2018年6月7日長崎地検は不起訴処分にしたと発表した。2020年秋頃から 再び、新型コロナウイルスの感染が広がり、同年12月、政府や自治体は会食する場合、参加者は原則4人以下にするよう呼び方。ところが12月下旬、行き市役所の市民福祉課と子ども家庭課は忘年会を開き、約20人が参加。12月30、31日の検査で、両家の職員7人の感染が判明した。 他に企画振興部の職員二人の感染も分かった。12月31日、白川は島の防災放送で謝罪の言葉を述べ、市職員が家族以外と飲食することを当面禁じると述べた。ありがとうございます。